チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、気
業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつなぐヒューマンネットワーク、上城エンタープライズが運営しております。
私シラミネノキア、よろしく。じゃなあ遅いよ、何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にも。ブルーボックスはまだ来てないのか。来てますよ、来てますが何か、ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくる。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何、白い少年の幽霊噂になってるだかなんだか知りませんけど。っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖っ。恨めしや、ジョアヒョワー。ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ新たじゃん、ただの新たじゃん。たくチキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てん。うわぁ、そのこんなとこに置き去りにしたのは。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、てちょ、自己紹介くらいちゃんと。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックス。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探る。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかった。それどころか一っ子一人いね。いくら空論がき。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。これは世界を変える力だよ。え、何？ハッキングだ、俺たちず。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。デジモン。最近ハッカーたちの間に出回っているハッ。ねえ、デジモンって。ああ、オタクの興味津々だった。そふん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンして。あ、やっぱデジモンってデジタルモン。デジモンって。じゃあ私たちハッカーになって。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に、ハッカーなんざ今どき。やめとけ、プログラムにプロテクトがかかってる。逃がすかよ。ちょ、アラタ、なんで追いかけるの。私帰るから。これ、これもハッカーの仕業。先へ進めってこと？果たして。
どうした？まるで幽霊でも見たり。僕そっくりの幽霊を。それなら、その幽霊は僕かも。この世のものではないと。真相は、僕がただ神出鬼没な。安心するといい。僕は幽霊じゃ、君のような迷い子を導く。君はハッカーの証であるプロ、いわばハッカーの人。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する部族的なもの。他人の財産は個人。本当にいろいろだ。君その様子だと、ひな鳥どころかハッカーを目指すか、他の何者かになるか。だが経緯は、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、それだったら試してみるといい。デジモン、それでいい。では君に記念すべき1体目の、ほら君の後ろに。しかし驚いたよ。このエリアに程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは追いかけ、あるいはあれはまだ、
僕もそれなりに物好きで、まあ君は何もしなくても構わない、ただ見ていればいい。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。ずいぶん手順が狂った。そのデジモンは君の。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることもましてや、プログラムが人、なんとも奇妙な光景だ。君はともかく卵は帰った。それじゃあ僕はソロ。目つきの悪い少年。ああ、彼なら先の そこはかつてエデンのエントランスだったフルーエリアだ。創世紀の遺物、その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、そうだな、ここから帰りたくなったらその目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く？なら僕から言うべきことはない。そういえば僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、扉はいつ戻ってこないの？
く早く。あ、ちょっと待って。そーっと。にゃんに
だか不思議な感じだな。君と新たとも、あ、うん、昨日チャットで会った、あれ、え、でもそっか、なんか、なんだよ今の映像、子供、ちくしょう、なんだってんだよ。はあ、ちょっともう一人で勝手に行くとか、まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。なんだかこいつのロックを解除する。ログアウトしてとっととに。おい走れっつってんだ。おい、どうしよう、僕なんでこんなに、よ、よし、ロックを解除した。おい、ノキア、早く。でも、あの子たち、わかんねえのか。足でも、お前が逃げおせりゃ、あいつら、おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。僕たちを見つけて。
ねえ、ちょっとあれヤバくない？なんだよあいつ。君こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。ああ不敬さん、こっちに。誰が不敬さんだ。誰が刑事さんだ。刑事さん、見た目だけで物事判断してんじゃねえ。ん、あ、うわ、なんだありゃ。キモキモいから逮捕。そこ逮捕。面白い姿をしているな君は。実に興味深い。乗りたまえ、厄介なことになる前に。おい待て、そこの車止まらねえの。逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。それはよかった。君がもし、そうか、君自身自分の身に何が起きたのか聞きたいことがあるなら何でも答えよう。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけ、自分で言うのもなんだが、あら、今は中野にある私の事務所へ向かっている。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間から。もしも本当にそうだとしたら、いや、周囲に君以外の人物、ひょっとすると君の友達も。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、まず私が誰か最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味深く。私はクレミ京子、しがない探偵さ。